新新新馬馬和和也也君国民民主党新緑風会の新馬和也でございます大臣の外交聖書、私の愛読書でございまして、眠れない夜には必ず読むと、この第3章4節に文化の欄がございまして、この文化がきっかけで、やはり日本の魅力を海外の方に分かってもらう、私、この日本の伝統文化っていうのは、とても外交にとって大事だと思うんですが、大臣、どのようにお考えでしょうか、端的にお願いします。 上川外務大臣私もあの就任以来ですね、さまざまな国々も訪問し、また、えー、国際的な会,会談、またバイの会談も積み上げてまいりましたが、日本の本当に魅力、これはあの文化の力ということを、えー、強く認識しているところであります新馬大臣はいつもお茶のこととかお着物のことを海外で発信されているので、感謝申し上げたいと思いますが、ただその日本文化がです、ね、今、大ピンチになっておりまして、 実は国立演芸場、そして国立劇場が、10月31日を最後にですね、閉場するということになりました。これはあの戦いのためでございますけれども、この再開場がですね、2029年の秋を予定しているんですが、実は再生事業の入札が、昨年10月と今年6月との2回続けて不調に終わったということですが、副大臣、状況どうなっているでしょうか。 今枝文部科学副大臣失礼いたしますでは、お答えを申し上げたいと思います、あのまずですね文化に非常に関心を持っていただいて、またあの落語等もご尽力であること、心から敬意を申し上げたいと思います。 独立行政法人日本芸術文化振興会が行っている国立劇場の再整備事業におきましては現在の施設が開場から56年を経過し老朽化がございますので安全上のリスクを対応するために取り組むというふうにしたものでありますでこの本事業におきましてはこれまで2回入札広告を行いましたが2回とも応札者自体という状況になってしまいました具体的には令和4年の4月に第1回目を 行いました。その次まして、令和5年の2月3日に第2回目の入札広告を行いました。その後、6月8日以降、複数回にわたり入札会を行い、あ入札を行いましたが、いずれも入札価格が予定価格を上回り、最終的には全ての応札者が辞退をしたというのが現状であります。 現在、この状況を踏まえまして、日本芸術文化振興会において、建設市場の動向の確認等を行いつつ、資材等も上がっておりますので、今後の対応を今、検討させていただいているところでございます。文科省としても、国立劇場再整備事業は可能な限り速やかに進むように、関連機関と連携をしながら取り組んでいきたいというふうに思っております。新馬君ということは、2029年の秋はなかなか厳しいということですね、端的にお願いします。今枝副大臣 まあ見通しがですねいつごろなのかということだと思いますけれども、よろしいですか。 あのやはりですね、先ほどお話したように、建設市場の動向等を確認しながら、今後の対応を検討しているところですが、やはり検討内容を深めあの含めて踏まえて、ですね関係省庁や日本芸術文化振興会によるタスクフォースにおいて、計画の見直しを検討してまいります。このような検討プロセスも経て、ですね次の入札広告を行うには、やはり早くても1年程度は遅れてしまうのではないかということが想定をされます。このため建てて替ええ工事を終えて再すするにはですね やはり令和12年度以降となる見通しではないかなというふうに考えております新し、端的に答弁はお願いしたいと思います、国立劇場が1966年に建てられたんですが、国立演芸場は1979年、13年後なんですね、これ、まだ見通しが立たないんだったら、演者も困ってるし、鑑賞する側も本当に困ってるんですよ、少なくとも演芸場13年ある,あるんですから、国立演芸場だけでも開くことできるんじゃないですか。 今枝副大臣いわゆるです、ね、国立劇場の再整備事業におきましては、令和2年の7月に策定をされた国立劇場の再整備に関わる整備計画に基づいて建て替えを行うということにしております。 ですので、やはりこの整備計画において、えー、この両方一体的に、えー、国立劇場と演芸場を一体的に建て替えることが必要であるというふうに判断をしております。ですので、まあ、こういった取り組みを通じて、あの文化振興の観点からより魅力的な国立劇場、国立演芸場の整備を進めていくという観点から、一体としてやっていこうというふうに今、しているところであります新爆活躍、まあ、流化ししししてるってているるけどね私もも何度も言っっますすめめちゃめちゃゃ立立派ですよしっかりしてるで見通しが立たないんだったら やっぱですね公演できるように文科省をやるべきだと思いますよ、であの敷地には、ですね国立演芸場と国立劇場以外に、ですね、えー、伝統芸能情報館というのがあって、ここでは公演の記録の収集だとか、研究を行っている場所があります、でここではですね行われた公演の音声だとか、画像、録画等々、貴重なアーカイブが大量にあってですね。 関係者者研究者一般の方々にも介護されているんですしかし、この再整備にあたって、この施設もです、ね、10月27日をもって、閉出し、当面の間、救出となっているんですね、このアーカイブっていうのは、貴重な我ら国の財産なんですで、研究者も研究したいんですけど、白見れないんですね、これね、何とかするべきじゃないですか今枝文部科学副大臣。 あのアーカイブの重要性について、本当にご指摘いただきまして、ありがとうございます、えー。国立劇場の再整備事業に関わる入札が不調となっている現状を踏まえて、現在ですね、実は日本芸術文化振興会において、下級的速やかにアーカイブ資料の閲覧を再開できるような検討は、実は進めさせていただいているということを伺っております。文文省といたしまししまてても日本芸術文化振興会ににに対して資料の閲覧が迅速に再開できるように 流してまいりたいというふうに思っております。新馬理大臣、ぜひこれはお願いします。早く再開してほしいと思います。加えてですね、このアーカイブ資料を担当している司書さんたちがいるんですね。で、この国立劇場のアーカイブを担当している国立劇場視聴室というのがこれも閉室になってしまっていて、専門知識を持っている専門官いわゆる司書さんがですね、この兵室あの閉園に際して。 雇用が解雇されるんじゃないかという話があるんですけど、この方々の雇用っていうのは確保してもらえてますか、今井田副大臣。そのようなですね、例えば誰々を解雇するだとか、司書さんを解雇するだとか、そういったことは、いわゆる日本芸術文化振興協会に確認をいたしましたけれども、そのような事実はないというふうに聞いております。新馬君ということは、この国立演芸場、国立劇場が再開する、閉まっている間も、 しっかりこの方々の雇用は保たれるということでいいですね。今枝副大臣、あの先ほどもお話しした通りでございます。新馬君、あのー、国立劇場や演芸場がですね、まあ国立劇場が今代替施設をですね、演者の皆さん模索して国立劇場が被災する歌舞伎公演だとか文楽、これがですね発表されましたが、まあ点々としてるんですね。なかなか場所が 定まらない例えば歌舞伎の代替劇場である新国立劇場これ渋谷にあるんですけども歌舞伎にはなくてはならない花道だとか周り舞台競りがないんですねとても歌舞伎ができない、ね、で文楽の公演の代替,代,替施設で代替劇場であるシアタージュにはですね文楽でなくてはならない盆がないのでこれ困ってるんですところが演者の皆さんはですねこれなくても何とかして このピンチをチャンスに変えようってものすごく努力されてるんですねただこれはね日本伝統文化とすると競りがなかったり周り舞台や花道なかったらこれは歌舞伎にならんよこういった問題がですね文科省どう考えてるんですか今枝副大臣 従来からです、ね、国立劇場や国立演芸場を利用してきた方々が、今般の施設建て替え時においても、安心して活動を継続できるような、そういう形をとっていくということが十分、それに配慮していくということが非常に重要だというふうに、まず我々は考えております。そのため、日本芸術文化振興,協会振興会においては、これらの団体に対する相談窓口を設けまして、講演等の活動を円滑に継続できるための支援も行うというふうにあの承知をしております。また文科省においても 劇場や音楽堂等、先ほどあの挙げていただいたのは国立のものばかりでございますが、それ以外のですねものもあ,のあるわけでございます、そういったところ、いろいろあるわけな中で、文化芸術活動,の活動に対する支援をまあ実施もしておりますので、こういった事業も活用いただきながら、平常期間中の公演をいろいろなところで継続をいただきたいというふうに考えております。引き続きき続関係者の皆様ととそうういいったた不安をを解消できるようにに日本芸術文化振興会と緊密に連携ししまして必要な対応を進めて まいいりりたいという,ふうに思っております神馬君あの私の好きな落語や講談というのは、国立演芸場の方で開催することが多いんですけれども、この代替施設が清一彫小ホールと発表されましたが、この清一彫小ホールは2025年に閉館されます、そしてまた伝統芸能のさまざまなイベントが開催されてきたあの日本橋公会堂やお江戸日本橋で、これも相次いでもう平場になっているんですね。つまりやる場所がないんですよ 今おっしゃったように、やっと見つけたも、本来そこでやりたかった方々が、日本芸能が来るので、その方々が今度、できなくなるということで、本当に困ってるんですけどね、でこういった仕事が激減している演者に対するケアっていうのは、文科省どうどう考えてるんでしょうか今枝副大臣。 まずですね、今般の施設の建て替えに際しまして、日本芸術文化振興会として、先ほどのように都内の他の劇場をお借りをして、歌舞伎や文学や落語等の講演を引き続き、まあ、実施を、まずはあのこの間ですね、今の今ととか来年とか、そういうのはしていくということは、まあ、その予定であるということは承知をしている前提でありますで。継続的にやはり講演を実施することで、我が国固有の伝統芸能はもちろんでありますけれども、両施設で活動してきた実演家の方々や、 スタッフの方々、こういった方々、技能ですとか技術の維持、こういったものを図っていく上でも、非常に重要であるというふうに思っております。で、えー、文科省としてもですね、振興協会と連携をしながら、この平常期間における活動を引き続き支援をしていきたいという強い思いがございますので、よろしくお願いいたします。新馬和也君。 アート・フォー・ザ・フューチャー、AFF とかですね、アート・フォー・ザ・フューチャー2ということで、さまざまなことをやってくれた本当に皆さん感謝してました。ただ、このですね国立劇場や国立演芸場が使えないっていうのは、コロナ禍と同じぐらい、実は副大臣、インパクトが大きいんですね。で、こういったですねアート・フォー・ザ・フューチャーとか、アート・フォー・ザ・フューチャー2のような、こういった支援事業も、新たな支援事業等々はですね、文化庁やってもらえないんでしょうか。 今井田副大臣。 今ですねあのご指摘の、まあ、コロナ禍で非常に厳しかった方々があの様々な我が国として支援をさせていただいた、まあ、それに対して喜んでいただいているということもご紹介いただきましてありがとうございますそういう中で我々としてはですね例えば舞台芸術等総合支援事業というものを、えー、やらせていただいておりますでこれはですね例えば、えー、令和五年からはですねあのいよいよあのそういった今年度ですね今年度からはまた支援を手厚くしたりだとかさらに来年度にまだ 概算要求中でございますけれども、増額要求などもさせていただきながら、しっかりと支援をできるだけ努力をしていきたいというふうに思っております新馬君。今、私がこうして質問してますけれども、私1人ではこの質問をすることができません、委員部の皆さんや管理部の皆さんやマイク用意したり、掃除したり、電気つけたり、いろんな方々がいて、我々はこの委員会という舞台で質問できるわけでございますが、演者も全く同じなんですね。 これ国立劇場や国立演芸場に関わっていた専門知識を持った大道具さんとか、音響スタッフの方々、こういう方々もですね平常に伴って収入がなくなるんじゃないかと心配してるんですが、この方々の生活、収入はしっかりと担保してくださいますね。今枝副大臣 今ご指摘があったように、演者の方だけでなくて、そのスタッフの方々も重要であるというのは、先ほど私も申し述べたとおりであります、そういった意味で、先ほど申し述べたとおり、そのスタッフさんだから、その実演家の方々となんか差をですね、設けようとか、そんなことは全く考えておりませんので、一体として、じゃあ、引き続き講演がいろいろなところでできるような、そういったサポートをしてまいりたいというふうに思っております。新馬君 副大臣もご存じだと思いますが、あえて言いますけれども、大道具さんとか音響スタッフさんというのは、演者は別のところに行けばできます。しかし、大道具さんはその劇場に張り付いてるわけですから、別のところに行って、大道具さんやるってわけにはいかない国立演芸場には国立演芸場の大道具さん、シアター戦場にはシアター戦場の大,大道具さんがいるので、この裏方の皆さんが困ってるんです。見えるところの演者は 新宿末広に行ったりい、いろんなとこに行って、講演ができるかもしれませんが、スタッフはそれについていけないんですよ、副大臣にその方々の生活をしっかりと保障してくれますね今枝副大臣。 今です、ね、お話をいただいた点も、今までもお話をしているとおりであります。特にです、ね、例えば団体向けの支援といたしまして、文化芸術創造団体が行う優れた公園の創造活動の支援みたいなことも、これは新しく増やすというか、生み出すというか、そういったところでありますので、そういったところで今言ったような方々というのも、さまざまな形で支援がしていけるのではないのかなというふうに思っております。金馬和也君 あの国立劇場、国立演芸場が閉場したんですけども、まあ、関係者の話によりますと、2階にあるです、ね、お稽古場っていうのはまだ活用されていて、あの利用者はつなっているというふうに聞いてます。でもしここでお稽古場を使えるのであるならば、まだ見通しが取っていない間、すぐにでも駆逐して倒壊するとか、そんな建物じゃないんですから、やっぱりです、ね、見通しが立つまでは、しっかりです、ね、私はこの施設を有効活用して、 日本のの伝統芸能が演じられそれそををままた外国のお客様もも我々も楽しむとといいう環境を作るべきだと思います全く見通しが立ってないので、閉めるだけ閉めておいて、あとは分かりません。これではもったいない、攻めてるんじゃなくて、これぜひですね、見通しが立つまでは、あんな立派な施設使ったらいいじゃないですか、ぜひ皆さん、これなんとか副大臣、政治決断ですよ、解除してもらえないでしょうか。 今枝文部科学副大臣。 はい、あの競技室についてもお触れをいただいてありがとうございます。あの競技室は今でもあの使えます。で、まあ、上、まあ、特にですね。ただ、えー、本劇場となりますとその上部のですね、いわゆる部分が、えー、老朽化があり、安全上ですね、やはり不安があるという以上、これ人命に関わる話でもありますので、そこはですね、やはりちょっとなかなか難しいのではないのかなというふうに思っています。ただ先ほどご指摘いただいた、まあその競技室だけじゃなくて、まあそのアーカイブの部分だとか、それ。 と,たところもです、ね、いろいろあるものですから、使えるところはできるだけ使っていく、えー、安心安全を守りながら、使えるところは使っていくという努力をしていきたいというふうには思って対応しております君まあ老朽化してるいけど、お稽古場は安全で、劇場そのものが <laughs> 安全じゃないって、ちょっと説得力ないですね、十分使えると思いますよ、特に演芸場は13年も新しいんですから、私あの、アメリカに5年、イスラエルに3年いて、 その間、一人前になるまでは日本に帰るのやめようと思って、この8年間で、まあ、家族の問題で1回だけ日本に帰りました、その間、一度も帰りませんでしたで、その間ですね、私の心を支えてくれたのは、広沢虎蔵の浪曲なんです、清水次郎長で、死んだばあちゃんがこれだけ持ってけと言って、もうすり減るほど聴いて、何回泣いたか、笑ったか。 本当に私はですね広沢寅蔵、こんなすごい人がいるんだ、しかし私は虎蔵先生に間に合わなかったので、テープでしか知ることはできません。しかし今、ですね絶滅危惧と言われていた講談が、神田伯山先生という天才の誕生によって、業界が変わっちまったんですよ。これはね、ものすごいインパクトです。こういう宝がね、文化が人を励まし、外交に通じると。 ただ、皆さんは、演じる場所がないと、感動を与えることできないんです。神田白山先生のみならず、多くのね、宝の山が、日本の演芸界、たくさんありますよ。ぜひ、副大臣、国立劇場、国立演芸場、私はまだ、次のですね方向性が見えるまで使えると思いますので、何とかこれを再オープンして、演じる皆さんや、それを支えるスタッフの皆さんが、 元気に活躍できる場を提供していただけますように、心からお願いをして質問を終わりたいと思います。以上です